課長のシュマルツシュマルツとは、主に課金の動物性脂肪を溶かして生成した食用油のこと、炒め物や揚げ物に用いるほか、パンに塗って食べたり、菓子作りにも用いる。塩味の料理やシュマルツブロート用には、塩や香辛料を加えたり、脂肪を熱して抽出する際に刻み玉ねぎとともに、熱して香りをつけたものもある。シュマルツの製法には、 動物の脂肪や皮を刻んだものを熱して、脂肪を溶かし出す乾式と蒸気を吹き付けたり、少量の水で煮て脂肪を抽出する湿式がある。抽出した脂肪をこして不純物を取り除き、冷まして保存する。家庭で余った脂肪からシュマルツを作ることも多い。シュマルツを抽出した後に残った脂肪や皮などの、小片は、ドイツ語でグリーベン、イディッシュ語でグリベネスと呼び、 ジャガイモ料理、キャベツ料理、ザワークラウト料理、麺料理などのトッピングにしたり、ヘルツェルに加えたりする。シュマルツの製造の工程で、水分やタンパク質が取り除かれ、常温での長期間の保存が可能になるため、コンフィのように肉をシュマルツで揚げてからシュマルツごと冷まして保存することもあった。ドイツ語とイディッシュ語のシュマルツは、 動物性脂肪を溶かして生成したもの一般を指し、語源は中古ドイツ語で重視を意味する名詞、シュマルツと溶かすを意味する動詞、シュメルツンである。シュマルツブロートドイツでは、本来は動物性脂肪、あるいは動物性脂肪にカエンペッパーなどを入れたものだが、近年では水素添加した植物油に香料を加えたシュマルツも作られている。重視の風味を和らげるため、 熱したシュマルツにバターを混ぜることもある。ドイツでは、特に北部ドイツとシュバーベン地方で、アヒル、ガチョウ、ニワトリのシュマルツが多用されてきた。ブレーメン名物のクリスマスの菓子パン、ブレマークラーベン、またはクレーベンには、カキンのシュマルツとバターが入る。パンに、バターとシュマルツをたっぷり塗ったものを、シュマルツブロートと呼び、サラダタンポポの若葉、キャビアなどを乗せて食べることもある。 シュマルツには、動物性脂肪特有の強い風味があるため、シュマルツブロートにするパンには、大、麦パンなど、風味の強いパンが好まれる。シュマルツブロートは、ドイツ東部では好まれるものの、西部では健康志向からかあまり好まれない。なお、ドイツ語圏のカリウードの間では、アナグマなどの皮下脂肪、南部方言ではスマシバターを、ブッターシュマルツと称する。ユダヤ教の食事規定では、 乳製品を肉料理及び肉料理と共に供される食品全般に使うことができない。東欧系ユダヤ人は肉を含む献立にバターを使うことができず、植物性油脂の入脂も昔は容易ではなかったため、課金のシュマルツは生活に欠くべからざる調理油であった。炒め油や揚げ油のほか、パンや肉料理の後のデザートにも昔はシュマルツを用いた。シュマルツは 東欧系ユダヤ人の伝統料理にそれ特有の風味を与えるため、クニッシュやゲハックテレバーには絶対にシュマルツを使わないと本物の味にならないとする料理研究家もいる。英語のシュマルツはイディッシュ語からの借用語であり、北米では課金の中でも鶏の飼育が最も盛んであるため、米国ではシュマルツというと課金、中でも鶏のそれを指すことが多い。 アメリカン・ヘリテッジ・ディクショナリー・オブ・ザ・イングリッシュ・ランゲージフォースエード20002007年1月25日閲覧ありがとうございます。